よ。まあ、本当に世界中での選手の活躍が楽しみですよね。はい、第3マッチです。 TT 埼玉木造優斗対岡山リベッツ及川瑞希です。第3マッチの主審は正谷隆さん、副審は山口由美さんです。木造優斗はチームの副キャプテンです。愛工大、名電中学高校から愛工大、日本リーグでは関西卓球アカデミーに所属しています。昨シーズンのシングルスは2勝6敗でした。では渡辺さん、はい、まずこの木造のプレースタイル教えてください。そうですね、木造はやっぱりこうタイミングの速い卓球、まあ、先ほどの庭のようにですね、そういうプレープラスやっぱりフォアハンドでのやっぱ豪快な攻撃、まあ、そこがやっぱり彼 のプレーの特徴になりますよね。で今日公式練習で練習見てた中では木造のキレが非常に良かったですね。ですからこう特にこう動きだったりとかですね、戻りこの辺りっていうのがすごく良かったので、今日ちょっと試合見るのが楽しみだなと思ってるんですね。今年の日本リーグビッグトーナメントでもシングルスで優勝しています。その後にお子さんの誕生なども発表していました。そうですね。さあそして注目の及川瑞希です。元全日本チャンピオン、元 MVP 男が新天地に、はい、活躍を求めて移籍しました。いかがでしょう。いやもう及川ですね、やっぱりこう昨シーズンが終わってからですね、まあ、まあ移籍ということもありましたけれども、やっぱり海外の試合どんどん転戦してですね、戦ってきてるわけですよ。でやっぱりこう一時期調子を落としてるんじゃないかなという時期もありましたけれども、ここ最近はもう海外の試合見てやっぱり強いな、強いぞ及川っていう強い及ちゃんをですねやっぱりこう見せてくれてますから、はい、今日はその生でねこの及ちゃんの試合を見れるっていうのがですね非常に楽しみに今日来ました。渡辺さんはもう親しみを込めて及ちゃんというふうに。そうなんですよね、やっぱり ねこうナイスガイでですね、ついこう応援したくなる選手の一人ですよね。はい、2021-2022 シーズンにはシングルスで開幕16連勝、シーズン通して19勝という成績を挙げました及川です。青森山田中学高校専修大学出身です。昨シーズン一度対戦しています。その時は及川が3対2で木造に勝利しています。向こう側埼玉木造のサービス早いですね。キレいいですよね。早い打点でのバックハンドでした。渡辺さん、勝負のポイントいかがでしょう。そうですね、やっぱりこの、まあ、お互いピッチも速くて両ハンド多彩なんですけれども、プレー領域がちょっと違うんですよね、うん、でやっぱりこうそれをどういうふうに持っていけるかというのがポイントだと思うんですよね。あとはそこを崩すかというところですよね。中陣を得意としているのが及川、そして前陣がプレーエリアなのが木造です。そうですね、それがやっぱり国際大会を経験していくとその前陣での対応力というのも求められるわけですよね。でそういう対応力というのも非常に上がってるなという気がしましたね。今そうですね、このプレーですね、はい、ですから木造も単純にバックからフォアとかですね、こう左右に揺さぶろうとしてここもポンって行ってしまうと、はいここは及川待ってますよというところになってしまうわけですよね。ですからこういうコース取りなんかのこう展開というのも見ものですね。今のミドルやりましたね。次は ラケットを持っている方ホバ、逆をバック、体のあたりをミドルと言います。シェイクハンドの選手にとってはそこがともすれば弱点になります。
もう回り込んでの逆モーションドライブでしたが、前陣で合わせていきました木造り。ただオーバーで及川のポイントです。だ今のもですね、力んで力だけでいっちゃうとドンと木造りの手の届く範囲に落下しちゃうんですけれども、はい、もう一歩ですね、ひねって体をひねってサイドに行くように打ってるわけですね。落下点厳しく、ここら辺も成長の一つだと思うんですよね。いかにその相手のスイートスポットを外すかということもポイントになります。台上フリックです。いや、お互い譲らないですね。連続ポイントをさせないっていう、はい、意識ですよね。ラケットの角にボールが当たりました。木造りがうまいミドル処理をしましたよね。ハイボールです。一進一退です。木造りも愛工大名電高校時代にはインターハイ三冠王、それからダブルスでは張本智和と組んで全日本選手権を制して世界選手権に出場した経験も持っています。一方の及川も全日本選手権チャンピオン、それから2022年の世界選手権には団体戦の日本代表として出場しています。いや、本当に一進一退ですね。そうですね。ユートコールでここで一気に行こうと、はい、パーマ大佐の応援がすごいですね。ここも前陣で及川が柔らかなブロックを見せました。まあ、なかなかね、及川としては今も距離を取って大きいラリーに持っていこうという展開まで行けてないですからね。しっかり前陣で対応すると、セットから入って回り込んでのドライブ、おーですね、木造りのカウンター、見事なプレーでした。いや、本当に一進一退ですね。そうですね、キレのあるプレーを見せていきましたスピードスター木造り優斗。ただこの5本、いわゆる5ボールから後ろ、このゴールの4本というのはですね、やっぱりちょっと連続ポイントをし損ねている及川という感じがするんですね。ああ、そうですか、はい、ちょっとこうドライブをミスったりとかですね、そういうのが見えてますので、まあ、木造りとしてはやっぱりそのちょっと及川に流れが行きつつあるところをなんとかしたいですよね。いいですね、こういう時にとしたチキータです。はい、丁寧にこうストップやつつき系でいくとどんどん及川のピントが合ってきてしまうんですけれども、うまく強気でいけましたね。サービスエースです。渡辺さん、今のサービスは何が良かったでしょうか。やっぱりこう想定外を狙いましたよね。ここで温めておいたロングサービスを行くかと、まあ、木造り完全に前に気持ちが行ってましたからね。ここら辺が百戦錬磨ですね、及川ね。お、同じことをした。ただそこで速攻しきれなかったじゃないですか、木造りが今。ってことはこのちょっと中陣に下がって、はい、ここですね、これをもう及ちゃんの得意のポジションというか、はい、ここはミスしないよというところですね。ラリー力にはもともと定評があります及川。サーブの長さ気をつけたいところですね、木造りは。3球目攻めます。
巻き返す及川、お前陣で叩いていく、まだこれも入ります、もう入る、まだ入りますね、惜しい、オーバーです、場内が沸きます、ナインオールです。いやー渡辺さん、第1ゲームから接戦です。そうですね、いや気作りも強気でしたね、この次はやっぱりこう速攻を緩めずに及川を、に距離を取られたんじゃなくて台から下げさせましたよね。この後半になってじわじわとお互いのちょっと特徴的な部分が出てくると、ですから取るか取らないかが非常に大きいですね、このゲーム。サービスを変えます、回り込んでのシュートドライブ、10-9、岡山エレベッツ及川ゲームポイントです。安定性ありますね、回転踏み込む、ミドル、ペンオールです。 T リーグはファイナルゲームとビクトリーマッチ以外デュースはありません、この一本勝負です。第一マッチ、いえ第一ゲームから大接戦です。T リーグ独自の一本勝負、つなぐ、攻め切りました及川です。渡辺さん、最後の1本いかがでしょう。そうですね、ストップレシーブ、ネットに引っかかって入ったじゃないですか、はい、まあ、ここに及川の方が最後突きがあったなと、ここですね、ちょろんと触ったので、もう木造りはこれ入れるしかなかったんですよね。ただ木造りも目いっぱい深いところには入れてるんですけど、及川ここミスしてくれないですよね。まあ、ここちょっと最後及川の突きがあったなという感じがしますね。あとはもうずっと一進一退でしたね。第1ゲーム、第1ゲーム11点、岡山の及川が取りました。ゲームカウント1対0です。